ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおリンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1970年代の特撮巨大ヒーロー作品と、そのヒロインたちを解説したいと思います。あえて今回は、ウルトラマンを除いての選抜として、流星人間ゾーン、メガロマン、レッドバロン、サンダーマスク、大鉄人ワンセブン、シルバー仮面、アイアンキング、スペクトルマン、マッパバロン、ファイヤーマン、ジャンボオブエース、ミラーマン、の豪華12タイトルの巨大ヒーローがここに大集結するぜ。知らない人も楽しんで、知ってる人は改めて、どっぷりと、巨大特撮ヒーローを満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。流星人間ゾーン。流星人間ゾーンは、1973年昭和48年4月2日から、同年9月24日まで、日本テレビ系で、毎週月曜日19時0分から、19時30分に、全26話が放送された、東宝映像制作の特撮テレビドラマ、およびそれに登場する架空のヒーローよ。ゾーンファイター、巨大火事。平和な星ピースランド星は、ガロガバラン星人の侵略を受けて壊滅。ピースランド星人たちは、ファミリーごとに宇宙船、パンドラカプセルに乗り込み、安住の地を求めて、流星人間となったわ。彼ら難民のうち、地球にたどり着いたある一家は、地球人、サキモリ家としての、生活をスタートさせたぜ。しかし、地球を第二の征服目標と定めたガロガは、宇宙要塞ステーションを建設し、鳥獣ミサイルを地球に送り込むわ。地球を第二のふるさとと思うサキモリ一家は、新地球人として、また流星人間ゾーンとして、ピースランドの二の舞を阻止すべく、完全とガロガを迎え撃つのであった。サキモリホタル、ゾーンエンジェル、エンジ、北原かすみ。長女、設定年齢16歳。普段は高校に通っており、第13話では16歳の誕生日を迎えているわ。活動的な性格の持ち主であり、単身で敵地に潜入するなど、光に引けを取らない活躍を見せるぜ。柔道一極戦、俺は透明人間など連続テレビ番組に出演。戸島かずみ名義で超人バロム1。北島かずみ名義で、流星人間ゾーンにレギュラー出演。夫は俳優の中村軍。メガロマン。メガロマンは、1979年昭和54年5月7日から、12月24日まで、フジテレビの月曜日、19時0分から、19時30分枠で放送された、東宝制作の特撮テレビ番組、全31話。劇中に登場した架空のヒーローの名称でもあるぜ。ウルトラシリーズの再放送による第3次ウルトラブームの中、東宝が、円盤戦争版キット以来、久々に制作した特撮ヒーロー番組。ロゼッタ星は、たてがみ族と黒星族の、二つの種族が共存する、美しい星だったぜ。しかし、好戦的な黒星族は幾度となく戦いを仕掛けてきており、度重なる民族紛争の果てに、ロゼッタ全土を征服、次に地球侵略を開始するわ。これを知ったたてがみ族の一人ローズマリーは、憲法の達人である地球人、獅子堂剛との間に生まれた息子タカシに、メガロンブレスレットを託すぜ。タカシは、炎の超人メガロマンに変身する能力を持っていたのである。一方、黒星族の総統スメラーは、地球バリアーファイル作戦の、司令官としてキャプテンダガーを任命。彼こそは幼い頃に生き別れ、黒星族に育てられた。タカシの双子の弟、ヒロシだったわ。高峰、ラン、エンジ、杉まどか、杉本美奈子。タカシの恋人で、高峰草原の娘。設定年齢17歳。第2話でマリから、メガロンブレスレットを授与されるわ。専用のレオタード型エナジースーツ、ピンクを装着して、黒星族のインベーダーと戦うぜ。スーパーロボット、レッドバロン。スーパーロボットレッドバロンは、1973年7月4日から、1974年3月27日に日本テレビ系で、毎週水曜日、19時0分から、19時30分に、全39話が放送された特撮テレビ番組。およびその劇中に登場する巨大ロボットの名前よ。科学秘密特捜隊、SSI、のヒーローたちとヒロイン。悪の組織鉄面塔は、万国ロボット博覧会に出展された。世界各国の巨大ロボットすべてを強奪したぜ。彼らは戦闘用に改造したロボット軍団で、世界を征服するつもりであるわ。鉄面塔はロボット制作者たちも次々に誘拐。科学秘密特捜隊 SSI に所属する。紅剣の兄のロボット工学者、紅剣一郎博士も彼らに拉致されてしまうぜ。しかし剣一郎は、自ら制作したスーパーロボットレッドバロンを、
鉄面塔に渡すのを拒み、自らの命と引き換えに剣に託すわ。兄が残したレッドバロンを操縦し、剣は鉄面塔に完全と立ち向かうぜ。松原マリ隊員、エンジ、マキレイ。マキレイ、1949年6月21日生まれは、日本の東宝に所属していた女優歌手。愛知県名古屋市出身、高校在学中に東宝ニュータレント6期生として、東宝俳優養成所に入所。同期には岸見ゆり子、高橋敦子、小林幸子らがいるぜ。スーパーロボットレッドバロン、ザ・スーパーガールなどでは、激しいアクションを演じているわ。スーパーロボットレッドバロンでは、ミニスカートを翻しながら戦う、パンチラアクションで人気を博したぜ。サンダーマスク。サンダーマスクは、1972年昭和47年10月3日から、1973年昭和48年3月27日まで、日本テレビ系列局、NNS で放送された、特撮テレビ番組、およびその劇中に登場する変身ヒーローの名前であるわ。東洋エージェンシー、幻想2とヒロミプロダクションの共同制作。全26話、放送時間は毎週火曜、19時0分から、19時30分、日本標準時。暗黒宇宙の魔王デカンダの、地球侵略の野望を知った、サンダー星連邦は、それを阻止せんと、一人の戦士を地球に派遣したわ。しかし、誤って1万年前の地球に到着した彼は、1万年後に魔獣が現れるという古文書と、眠りを覚ます鍵である。3つの石を残し、タイムカプセルで眠りについたぜ。そして1万年後、デカンダの襲撃に対し、日本の三大頭脳と呼ばれた、3人の博士たちの命を犠牲にした。努力の末に眠りから覚めたサンダーマスクは、青年科学者、猪木光一に姿を変え、科学パトロール隊と協力して、デカンダの繰り出す魔獣たちとの戦いに身を投じるわ。高瀬真由美、エンジ、井ノ口和美。井ノ口和美1955年7月8日生まれは、日本の女優。本名同じ、東京都出身、身長158センチ、体重52キロ。千代田女学園高等学校在学中より、女優として活動。廃墟研究所を経て、東京俳優生活協同組合に所属。大鉄人ワンセブン。大鉄人ワンセブンは、1977年昭和52年3月18日から同年11月11日まで、TBS 系で毎週金曜、19時0分から、19時30分、JST に放送された、石森章太郎原作、毎日放送東映制作の特撮テレビ番組、および作中に登場する架空の巨大ロボットの名称、全35話、佐原ルミ、演じ、島田果歩。島田果歩、1963年9月19日生まれは、日本の女優歌手で、大阪芸術大学芸術学部舞台芸術学科の教授。東京都港区出身、本名は島加穂。1974年から1977年放送、頑張れロボコンの、ヒロインロビンちゃんの役で女優としてデビュー。1979年放映の、俺は暴れ発着では、主人公桜間長太郎の姉テルホを演じるぜ。その後中西玲によって、アイドルとして見出され、アイドル路線を歩み、1980年放送の、ゴーゴーティアガールでも、主演格でレギュラー出演したわ。ブルージャガー、エンジ、大谷を。東岡、伊豆日。東岡、伊豆日。1949年2月17日から2019年5月1日は、日本の女優、シャンソン歌手、抽象画家。本名は、大谷恵子。旧芸名別名は、大谷を、東岡、伊豆日。芸名は、東の丘から日、太陽いずるに由来するわ。出身地は、長野県。星座は、水亀座。身長体重は、162センチ48キロ。駒沢大学卒業。趣味特技は、三味線、日本舞踊。文学座附属研究所第15期生、文学座サバーグループ。現在は、声優やナレーターとしても活躍しているわ。ピンクジャガー、エンジ、サントウ、ルシア。サントウルシアは、日本の女優、歌手。本名は尾身里美。日本女子体育大学附属二階堂高等学校卒業。現在フリーで活躍中。1974年12月、週刊プレイボーイの読者による、オナペット人気投票で第1位に選ばれるわ。佐原千恵、演じ、武井みどり。武井みどり、1959年3月14日生まれは日本の女優。長野県諏訪市出身、159センチ47キロ、血液型 A 型。旧芸名は武井みどり、M オフィス所属。他、少年ドラマシリーズの菊の墓、NHK。熱中時代刑事編日本テレビなどに出演して、清純派女優の道を歩むが、1982年の日活ロマンポルノ、キャバレー日記で、主演し新境地を開くわ。シルバー仮面。シルバー仮面は、
1971年昭和46年11月28日から、1972年昭和47年5月21日まで、先行者と、日本現代企画の制作により、TBS 系で毎週日曜19時0分から、19時30分、JST の武田アワーにて、全26話が放送された、特撮テレビ番組の題名、およびその劇中に登場する変身ヒーローの名称であるぜ。当初は等身大ヒーローものとしてスタートしましたが、第11話から巨大ヒーローものに路線変更され、作品タイトルも、シルバー仮面ジャイアントに改められたわ。前半は等身大ヒーロー、後半は巨大ヒーローとして活躍するシルバー仮面。ゴーシロケットの設計者春日博士は、設計図を狙うチグリス星人によって殺害され、家も燃やされてしまうぜ。その最中、博士の5人の遺児たちは父がロケットエンジンの設計図を、何らかの方法で隠したことと、次男のコウジにシルバー仮面に変身する能力、銀の力を与えていたことを知るわ。父の意志を継いで、ゴーシロケットを完成させることを決意した兄弟。ゴーシロケットを脱出して、自らの宇宙制覇に利用しようとする宇宙人や、人類の宇宙進出を脅威に感じて、妨害しようと暗躍する、様々な宇宙人と戦い、出会う人々の無理解や冷たい視線にも耐えながら、父の協力者たちに会うために、日本各地を旅するわ。そんな彼らの努力の甲斐あって、ついにゴーシロケットは完成し、宇宙へ飛び立つことになったぜ。だが、その行き先でサザン星人の襲撃に遭い、ロケットは破壊されてしまったわ。その時に溢れ出た、ゴーシエネルギーを浴びたシルバー仮面は、シルバー仮面ジャイアントとなり、サザン星人を倒したぜ。こうして新たな力を得た春日兄弟は、父のまな弟子、津山博士と共に、新たなロケット開発と、押し寄せてくる巨大宇宙人との戦いに情熱を燃やしていくわ。春日ひとみ、エンジ、夏純子。夏純子、1949年3月21日生まれは、日本の女優、東京都西多摩郡五日市町出身。身長160センチ、体重45キロ。本名は坂本美智子。趣味は書道水泳スキー。春日遥、演じ、松尾ジーナ、第1から8話。第8話を最後に登場しなくなりましたが、その旨は第9話で、春日兄弟を殺人犯とみなして追っている。刑事のセリフや第10話の冒頭ナレーションでしか語られず、詳しい説明もなかったわ。モデル、歌手、女優、CM などで70年代前半活躍されましたが、芸能活動は非常に短く、レギュラー出演されていた。シルバー仮面も病気を理由に降板、一説には恋愛事情の説あり。その後、消息不明、レーサーと結婚後、お店を始められたという話も。アイアンキング。アイアンキングは、1972年昭和47年10月8日から、1973年昭和48年4月8日まで、毎週日曜日、19時0分から、19時30分に、TBS 系で放送された、先行者制作の特撮テレビ番組全26話、および作品中に登場する変身ヒーローの名称であるぜ。1958年昭和33年2月から、1974年昭和49年3月まで、TBS 日曜の武田薬品工業一社提供枠、武田は、17作目に当たるわ。アイアンキングのオープニング。かつてヤマト朝廷に滅ぼされた少数民族の末裔、知らぬ一族が、日本の現体制を転覆させるべく、巨大ロボットを操って、破壊活動を開始したぜ。この危機に際し国家警備機構は、腕利きだが、当局上層部の意向に逆らいがちなエージェント、静香源太郎と、彼のサポート役として、霧島五郎を、知らぬ一族の討伐へと向かわせたわ。実は五郎の正体は、国家警備機構の津島博士が極秘裏に開発した、サイボーグであり、水を動力源とする巨大戦士、アイアンキングへの変身能力を持っていたぜ。五郎は源太郎が危機に瀕した時には変身して助立ちするが、源太郎は普段土地で間抜けで暇さえあれば水をガブガブ飲んでいる五郎が、アイアンキングであることを知る由もないわ。二人は様々な人々との出会いと別れを繰り返しながら、戦いの旅を続けるぜ。激闘の末に知らぬ一族を倒した二人は、さらに怪獣型ロボットを操るテロ組織、独立源野党や、宇宙人、昆虫型宇宙人タイタニアンとの戦いへと、身を投じてゆくわ。高村ゆき子、演じ、森川千恵子、第1から6話。森川千恵子、1951年11月6日生まれは、日本の元女優、元の芸名は牧千恵子。同年仮面ライダーの緑川瑠璃子役で、強い印象を与えるわ。第13話まで出演。1972年にはアイアンキングの初期のレギュラー、高村ゆき子役で、インディアンルックの、鉱山植物学者として登場し、ファン層を広げたが、撮影中の怪我のために降板。
藤森のりこ、演じ、右京千秋、第19から26話。第19話から登場。本部へほとんど帰還せず、報告もしてこない源太郎と五郎に怒った、国家警備機構が、お目付け役として派遣したわ。優秀だが真面目すぎて融通の利かない性格で、任務以外ではお調子者の二人に振り回され、天狗というあだ名までつけられてしまうぜ。芸歴などの詳細は、一切不明。スペクトルマン。スペクトルマンは、1971年昭和46年1月2日から、1972年昭和47年3月25日にかけて、フジテレビで、土曜日19時0分から、19時30分に全63話が放送された、B プロダクションが企画、制作した特撮ヒーロー番組の題名、およびその番組に登場するヒーローの名称。番組開始当初の題名は、悪役を冠にした、宇宙エンジンゴリであったが、その後宇宙エンジンゴリ対スペクトルマンを経て、最終的にスペクトルマンへと改題されたぜ。第二次怪獣ブーム、または変身ブームの、先駆けでもあるわ。宇宙からの侵略者、宇宙エンジンゴリの送り出す、怪獣対ネブリュラの星のヒーロースペクトルマンの戦いを描くぜ。怪獣に対して、主人公が変身して戦うことは、他の特撮テレビ番組と同じだが、当初は悪役が主役、正義のヒーローが脇役という逆転の演出となっていたわ。また、スペクトルマンがネビュラ71流星の指令により、常にその行動を管理されていて、その指令がないとスペクトルマンに変身できず、地球防衛のためとはいえ、非常な命令を下されて苦悩したり、さらに無敵のヒーローではなく、強敵怪獣に圧倒されて、敗北することも少なくないなど、独自の作品世界を決定づける新機軸が盛り込まれていたぜ。遠藤理恵、演じ、小西真知子、第1から10、12話。小西真知子は、日本の元女優、本名、谷岡真知子。1948年昭和23年5月1日生まれ、旧姓名、芸名と同じ。別名に、小城由美。夫は漫画家の谷岡康二。1971年、特撮テレビ番組、宇宙エンジンゴリに、郊外 G メンの一員である遠藤理恵役でレギュラー出演。しかし、深夜番組であるオールナイトフジのレギュラー出演に加えて、ゴリの集合時間は早朝であるために、睡眠時間が数時間しかないため体調を崩してしまい、ゴリは第12話で降板。最後の出演となった第12話のアフレコは、看護婦を同伴して行ったぜ。立花美猫、演じ、新桜子、第17から35話。新桜子、1949年5月12日生まれは、日本の元女優、本名、山田敦子。芸能界入りを反対する家族を説得し、高校を1年で中退して、小竹音楽舞踊学校に入学、1967年、同校を卒業。1968年、文学座の研究生となるぜ。数本のテレビドラマのゲスト出演を経て同年、ポーラテレビ小説3人の母と、泥棒育ち泥棒へにレギュラー出演。当時のプロフィールでは見かけによらず芯は強いと紹介されているぜ。1971年、B プロ制作の特撮ドラマ、宇宙エンジンゴリ対スペクトルマンに、第17話から第35話までレギュラー出演したわ。本作で共演した成川哲夫は、著書の中で、真面目で純粋な印象のためスタッフに気に入られていた。と記しているぜ。沢みどり、後藤留美、第36から39話。後藤留美子、1950年8月5日生まれは、日本の女優。1970年代には、後藤留美名義で、芸能活動していた期間もあるわ。1971年宇宙エンジンゴリ対スペクトルマンで、怪獣 G メンになってから初の女性 G メン沢みどりとして登場。日活映画、女子学園シリーズ3本では、主演の夏純子の敵役として、公演を博するが、アメリカ人と結婚して23歳で引退したわ。柳田博美、演じ、桜井妙子、第40から63話。朝倉理恵、1953年4月5日生まれは、東京都出身で1970年代に活動した日本の歌手、女優。現在の EMI ミュージックジャパンの前身である東芝レコードが結成した。少年合唱団シンギングエンジェルスの合唱団員として音楽活動を始め、後にソロとなり桜井妙子名義で同様や、アニメソングや CM ソングなどを歌っていたわ。また俳優としても活動実績があり、特撮テレビ映画、スペクトルマン、フジテレビジョン、などにも出演しているぜ。スーパーロボット、マッハバロン。スーパーロボットマッハバロンは、1974年昭和49年10月7日から、1975年昭和50年3月31日まで、日本テレビ系で放送された、日本現代企画制作の特撮テレビ番組、およびその劇中に登場する巨大ロボットの名であるわ。放送時間は毎週月曜19時0分から、
19時30分、JST、全26話。荒下陽一郎博士は、ドイツの天才科学者、ゲオルク・ララーシュタイン博士のもとで、ロボット工学を学んでいたぜ。しかし、彼の世界征服の野望を知り、自らが設計して完成直前だった、巨大ロボットマッハバロンを、人類侵略の道具にされないために爆破するわ。そして設計図を携えて、妻子を連れてドイツを脱出し、旅客船で日本を目指すぜ。しかし海軍ロボット、ハイル V1 号の追撃を受けて船は沈没。陽一郎と妻は息子陽に設計図を託して、命を落としてしまうわ。その後陽は、大企業の経営者である祖父の雄之助に引き取られ、来るべきロボット帝国の侵略に備えて、マッハバロンのパイロットとしての訓練を受けていたぜ。雄之助は息子陽一郎の意思を継ぎ、資材を投げ打って、大ロボット帝国組織キスを設立。10年の時をかけて秘密裏にマッハバロン2号機を建造していたが、マッハバロンの詳細を知らないようは、それを教えようともしない。龍之介に対して反発的な態度を取り続けていたわ。マッハバロンの完成地下室との情報を得た、ララーシュタインは、自身の前に立ちふさがるであろうマッハバロンの破壊を、長男の陸軍参謀探知に命令。ハイル V1 号を改造した、陸軍ロボットハイル V に押し出撃させるわ。同時に、帝国兵士が嵐田邸を襲撃、龍之介を殺害するぜ。要は瀕死の祖父から、マッハバロンとのドッキングユニットである、スーパーカーマッハトリガーをもらい受け、一路キスミサキ海底の、秘密基地へ向かうわ。そこにはキスの指令、村の博士によって解設計建造された、マッハバロンが待っていたぜ。要は、村の博士の導きによってマッハバロンを起動、両親の仇であり人類の敵であるハイル V2 号へ立ち向かっていくわ。ここに世界の命運をかけた、マッハバロンとロボット帝国の、壮絶な戦いが開始されたぜ。マッハバロンのヒロイン、小杉愛、演じ、木下ゆり。キスの子を一点、18歳、キスバード3号機のパイロット。もともとはおとなしい性格だったが、15歳の時、自分が泳げなかったために、眼前で友人を海難事故で死なせた過去を持ち、救助活動に対する強い使命感を持つぜ。用途は口喧嘩が絶えないが、内心では彼のことを思っているわ。第26話でマッハバロン救出の際に重傷を負うが、それを押してまで数巻のアジトへ潜入して彼のヘッドロックで、致命傷を負い、弟健一に工事を託して死亡。つぶらやプロダクション系巨大ヒーロー作品。ファイヤーマン。ファイヤーマンは、1973年昭和48年1月7日から、同年7月31日まで、日本テレビ系列局、NNS で放送された特撮テレビ番組、およびその劇中に登場する巨大変身ヒーローの名前であるわ。つぶらやプロダクションと万年社の共同制作、全30話、地球に天変地異などの大異変の兆しが現れ始め、絶滅したはずの恐竜が怪獣となって次々と出現したぜ。地底部核の秘境アバン大陸の長老たちはこの危機を救うべく、一族の青年ミサキを地上へ派遣。彼はミサキ大輔を名乗り、これらの異変を調査する学者として活躍していたぜ。ある日、青い半島沖において海水温が異常に上昇し、続いて海が発光するという怪現象が起こったわ。そして調査に訪れた海洋開発センターの雲野群八博士らの前には、古代の恐竜が進化したとおぼしき怪獣が出現するぜ。島で化石の発掘調査に従事していた岬は、長老たちから与えられたファイアースティックで、炎の超人ファイアーマンに変身して怪獣を倒すわ。ファイアーマンの活躍によって事件は解決するが、政府は海洋開発センターを母体として、地球を襲う怪事件に科学の力で立ち向かう、地球科学特捜隊サーフ、サイエンティフィックアタックフォースを結成したぜ。島で雲野との、引き終えた岬は、雲野のサーフへの誘いに逡巡するも加入。サーフの隊員として、そしてファイアーマンとして地球のために戦うぜ。葉山、マリコ、エンジ、栗原恵子。コンピューターのプログラマーで海洋開発センター時代からの海野の助手。サーフでは主に通信や連絡などを担当する、唯一の女性隊員で、コンピューターに匹敵する記憶力の持ち主。スーツはオレンジ色。勝ち気だがロマンチストでもあり、岬に好意を抱いている節が見られるわ。他のメンバーからはマリちゃんと呼ばれているぜ。企画書では、葉山、マリコ、とされており、年齢は18から20歳とされている。ジャンボーグ、エース。ジャンボーグ、ナイン。ジャンボーグエース。ジャンボーグエースは、1973年1月17日から同年12月29日まで、NETK の水曜日19時30分から20時。10月6日からは土曜日19時00分から19時30分。枠で放送された毎日放送、つぶらやプロダクション制作の特撮テレビ番組よ。前後10話、また、劇中に登場した巨大ヒーローの名称でもあるぜ。あらすじ。地球から遥か、
15光年離れた、グロース星から、グロース星人が、巨大怪獣による、地球侵略を開始したわ。グロース星人に、兄を殺された、民間航空会社のパイロット、立花直樹は、全宇宙の平和を願う、地球の兄弟星、エメラルド星人から、地球を守るための、巨大ロボット、ジャンボーグエースを送られるぜ。直樹は、愛機の小型プロペラ機、セスナから、変身する、ジャンボーグエースを買って、防衛戦で、殉職した兄が隊長を務めていた、地球パトロール隊、パッドと共に、グロース星人と戦うわ。ジャンボーグ、9。第27話からは、軽自動車ホンダ Z から変身する、2号ロボ、ジャンボーグ9も登場。直樹がエースと9を、状況に応じて使い分けることとなったぜ。立花、茂子、エンジ、桜田千恵子。和也の母、直樹の義姉や兄嫁に当たるぜ。夫である深夜の殉職後、パッド基地内でサロン、スナックパッドを経営しながら、和也を女で一つで育てているわ。和也と親しく接する直樹に感謝する一方、怪獣出現に際し危険を顧みない直樹と和也をいつも気遣っているぜ。直樹がジャンカー Z を購入する際には、結婚指輪を質入れして借りたお金を貸しているわ。野村、節子。パッドの好一点、しばしば戦闘に参加し、主に隊長と共にファイティングスターで出撃するぜ。ミラーマン。ミラーマンは、1971年12月5日から1972年11月26日まで、フジテレビで毎週日曜日、19時0分から19時30分に、前後11話が放送された特撮テレビドラマ作品、およびそれに登場するヒーローの名前であるわ。あらすじ。1980年代、異常な事件が世界各地で続発していたわ。宇宙物理学の国際的権威である御手洗博士は、これらは地球に危機が迫っている兆候だと警告するとともに、自ら現代科学のエキスパートたちを集めた調査組織、SGM、サイエンスガードメンバーズを組織して、その研究所を自邸の地下に建設したわ。新聞社のカメラマン鏡京太郎は、御手洗博士の助手をしていた母優子の死後、博士の家に引き取られ、彼らの家族同然に育てられたぜ。彼は謎の竜巻被害の取材中、奇妙な現象に襲われて危機に陥るが、不思議な鏡のきらめきによって助けられ、竜巻被害の実地調査にやってきた。SGM の藤本に伴われて御手洗邸に帰宅するわ。京太郎が撮影したフィルムには、目には見えなかった謎の人物が映っていたぜ。京太郎の話を聞いた御手洗博士は、彼の出生の秘密を語り始めるわ。京太郎の父は京太郎の撮影したフィルムに映っていた。地球外侵略者インベーダーからこの世界を防衛するため、異次元世界二次元からやってきた超人ミラーマンだったぜ。彼は二次元ばかりか。三次元の世界を侵略しようとするインベーダーの策略により命を落とし、優子は御手洗博士に京太郎を託して姿を消さざるを得なかったわ。そして京太郎も父から超人としての力を受け継いでいたぜ。混乱する京太郎。しかし、死んだと思われた父はなおも存在しており、息子である京太郎に、私に代わってお前がミラーマンとしてインベーダーと戦うのだ。とメッセージを送るぜ。再び襲来するインベーダーは、御手洗邸に侵入してフィルムを奪回。追跡されると巨大な怪獣へと変身するわ。父の仇インベーダーから地球を守るため、京太郎は父の声に応じミラーマンへと変身するぜ。鏡京太郎が、一定のポーズをとって、ミラー、スパーク。の掛け声とともに、鏡や水面など光を反射する物体に強烈な光とともに飛び込んで、二次元世界を突破して変身するわ。野村、ゆき、エンジ、一時、陽子。御手洗博士の秘書も務める女性隊員。本部では索敵や通信業務、事件現場では潜入捜査を担当するわ。23歳。表に感情を出すことはないですが、過去に SGM 内での恋愛をしていたというぜ。ジャンボーグエース、第32話にも登場。村上と共にジャンボフェニックスでパッドに加勢するわ。御手洗、朝子、エンジ、沢井隆子。御手洗博士の一人娘、17歳。書籍ミラーマン大全では、設定年齢は17歳であると記していますが、完成した作品では、演じた沢井隆子の当時の実年齢に近い雰囲気であると記しているぜ。京太郎に愛情を感じているわ。テニスが得意。第27話から志願して SGM 準隊員となるぜ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか？今回は、1970年代の特撮巨大ヒーロー作品の紹介とヒロインたちを、解説しましたが、いかがでしたか？あえて、ウルトラマン以外での選抜でしたが、
皆さんにとっての推しのヒロインはいましたでしょうか？まだまだ他作品にもたくさんのヒロインがいらっしゃるので、一押しのヒロインとかいたら教えてくれなんだぜ。何か気づいたことなどありましたらコメントしてくださいね。よかったら高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時もゆっくりしていってねー。